ワイアケアは、米国ハワイ州ハワイ島東,東部の広地区にある古代の区画に基づく地名で、ヒロワンに面した初期の集落であった。この名前は、ハワイ語で、広大な水域を意味するワイアケアに由来する。現在ヒロワンと呼ばれているのは、以前はワイアケアワンと呼ばれていた。ワイアケアには、多くの人が住み、独自の学校があった。それは何キロメートルも伸び、 マウナロワさんの斜面にあるワイアケアウカで終わる。ワイケアケアウカには、スイス風斜塔を含む多くの高価な家がある。ワイアケアウカにはいくつかの牧場があり、州の森林保護区もある。ワイアケアには複合施設として、ワイアケアアエーナ小学校、ワイアケア小学校、ワイアケア中学校、ワイアケア高校の4つの学校があり、これは、 広の町のダウンタウン近くのワイアヌエヌエ通りにある小学校、中学校、広高校に対している。ワイアケア川はマウナラワさんの斜面から発して標高わずか3.0メートルのワイアケア池に流れ入り、そこからすぐ広湾へ注ぐ。1960年チリ地震による津波の記念日イギリスの宣教師、ウィリアム・エリスが1823年に訪問したとき、 ワイアケアはヒロアンの主要な入植地であった。ワイアケアミッションは1824年に設立されたハワイ島東,東部の最初の教会であるマウナラワさんのいくつかの噴火がこの地域を脅かされてきた。津波はワイアケア海を破壊し1946年と1960年には最大の津波であった。瓦礫の中に立つ時計は 1960年5月22日のチリ地震よる津波で停止した時計の正確な時刻に設定されており、記念碑となっている。ロイド・ J ・ソラン、ルック・アップ・オブ・ワイア・ケア、イン・ハワイアン・プレイス・ネームズ・アリアカオ、ザ・ハワイアン・エレクトロニック・ライブラリー、2010年10月27日、閲覧。 メアリー・コエナ・プックイ・サミュエル・ホイト、エルバート・エステル・ティ・モーキに、ルック・アップ・オブ・ワイア・ケア。インプレース・ネームズ・オブ・ハワイ、アリアカオ、ザ・ハワイアン・エレクトロニック・ライブラリー、ユニバーシティ・オブ・ハワイ・プレス。2010年10月27日、閲覧。ワイア・ケア・ナチュラル・エリア・リーザーブ。2009年6月16日、閲覧。US、ジョバロジェクル・サーベイ。 ジオグラフィックネームズインフォメーションシステム、ワイヤーケアストリーム、ありがとうございます。